小山義政は南北朝時代の下野国の武将、小山城主、藤原秀里流小山氏の第十一代当主、小山義政の乱で知られる。武蔵平一期に乗じて、乱を起こした新田義宗の討伐に参加するなど、室町幕府創設の功労者であり、下野国守護に任ぜられるまでに至り小山氏の前世紀を築いた武将でもあった。しかし、下野国はかつては、 守護を務め宇都宮城を拠点に各地に有力な諸家を廃する宇都宮氏北方において独立した勢力を有する那須氏など、軍有拡挙の国柄であり、家柄、勢力の面でも喫光関係にあった。ゆえに吉政の守護職部人による勢力拡大は、近隣の豪族、宇都宮氏との間の派遣争いに発展するまでに、至り、激しい争いの末、ついに、 宇都宮元綱を廃止させた。しかし、このことが関東の性質を司る鎌倉久保を、足利がう地の不況を買い、早速、鎌倉府にて小山追悼軍が催され、間もなく追悼を受けた。これに対して吉政は一旦は鎌倉久保に降伏し、家督をこの若い沼に譲り隠居したが、英徳二年には体制を立て直して鎌倉久保に反旗を翻した。 これが、小山義政の乱である。義政の軍は、宇治光の故郷書により参集した、関東、南東北地方の各地の武家連合軍に追悼され、敗退し、栃木県上津賀郡阿波の長河僧の赤石が原の事情で自害したとされる。2007年、この乱の戦闘地で、小山市の古住居と推定される、小山市人との矢車で、裏が金と書かれた。 金賞になると推定される、格行らしきものが一枚出土し、地方新聞の話題となった。なお、吉政の子孫がその後も鎌倉久保に対しなおも、抵抗を続けたが、彼の荷台下で完全に戦いで耐えたと言われる。しかし、氏光も、幕府創設に、孔のあった小山家の断絶を惜しみ、深淵にあたる結城はじめ孔の次男を、小山城に居城させて、家督相続を許した。 ちなみに吉政の起こした謀反は、皇室やその内部の対立が全く絡まなくなった、日本の歴史上初めての大規模戦争であったとされている。もともと、関東では、鎌倉時代以降、各地の豪族はそれぞれ独立した存在であり、武家の統領とは、緩やかな主従関係のもとになり立っていた。もともと吉正は、室町幕府の創設に、功のあった武将であり、 その意味で吉政の謀反は、必ずしも、鎌倉久保を撃つことが目的ではなく、小山市の独立、自治、そして戦乱を通じて得た領土を承認であったと言える。しかし、吉政の謀反は得なく失敗。十一代続いた小山市の政権はこれに手途絶え、隊長が初家の有機氏から入り死したことにより存続することとなる。大正十三年、正五位を追贈された。 タジリサヘ増衣所見伝増保板上特使増衣年表 P52、ありがとうございます。